過ごしたジジジャャククソソンン・ンズミル、トーマス・ジョナサンジャクソンは、南北戦争時代のアメリカ連合国の軍人、アメリカ合衆国の歴史を代表する優勝の一人。その戦いぶりから、ストーンウォール・ジャクソンとあだなされた。ロバート・ E リーの片腕として合衆国軍を苦しめたが、チャンセラーズ・ビルの戦いで戦死した。トーマス・ジャクソンは1824年1月20日に、バージニア州、 クラークスバーグで生まれた。父方の祖祖父のジョン・ジャクソンは北アイルランドの生まれで、1748年に渡米してアメリカ独立戦争にも従軍し、戦後はバージニア民兵隊の士官を務めた人物であった。トーマス・ジャクソンは父ジョナサンと母、ジュリアの3番目の子供であった。両親ともバージニアの生まれで、父は弁護士をしていた。2歳の時、 父と四つ上の姉のエリザベスが、ーチフスで急死し、母は、長男のウォーレン、次男のトーマス、生まれたばかりの次女ローラーンの三人の子供を抱えて、残された。母は家財を売り払って、小さな借家へ移り住み、教師とお張り子の仕事をして三人の子供を育てた。四年後母は再婚したが、三人兄弟のママ父と、 なったブレイクウッドソンはママ子たちを好いていなかったらしい。翌年、母はイフテイの出産の時に合併症で亡くなり、三人兄弟は孤児となった。この時ジャクソンは7歳だった。兄は母方の親戚にジャクソンと妹はバージニアの田舎で農場を経営していた父方のおじ、カミンズ・ジャクソンに引き取られた。おじはジャクソンに対して教師のように接し、 厳しく育てた。当時のバージニアの田舎では、公教育を受けることは難しかった。ジャクソンはできる限り学校へ通いつつ、自学自習で懸命に勉強した。この頃ジャクソンは、農場の黒人奴隷に読み書きを教えている。その理由はかつておじの所有する奴隷との間に、焚き付け用の焚き木をもらう代わりに読み書きを教えるという約束を取り交わしたことがあり、 それを後年になって律儀に実行したからである。ナットターナーの反乱以降、奴隷に読み書きを教えることはバージニア州法違反の行為だったのだが、それでもジャクソンは奴隷との約束を守ったのだった。1842年、ジャクソンはウェストポイントの陸軍主管学校に入校した。それまでの教育環境のせいで、入校試験では苦労し、初年度は、 落第すれすれの成績だった。だがジャクソンは主観候補生の中で誰よりも懸命に勉学に励み、1846年の卒業時には59人中17位まで席地を上げた。同級生たちはもし学校があと1年長かったらジャクソンは主席を取っていただろうと回想している。アメリカ陸軍では最初に第一砲兵連隊に配属となり、 早々に1846年からの米北戦争に出征している。この時ジャクソンは果敢な戦いぶりで二度も名誉昇進を果たした。そしてメキシコではロバート・イ・ーリードも友人となった。1851年の春、ジャクソンは歴新東にあるバージニア軍学校の教官に就任した。担当教科は自然哲学と砲兵術であった。 ジャクソンの指導内容の基礎的な部分に関しては今、なお同行で用いられているほどである。ただ教官としては、非常に厳格であったので、訓練生たちの間ではあまり人気はなかったらしい。歴史トンでジャクソンは、長老派協会が黒人たちのために開いていた日曜、学校の手伝いもしていた。ジャクソンは生徒たちから大変尊敬を受けていたと言われている。 この頃ジャクソン家では6人の奴隷を所有していたが、そのうち、アルバートとエミーは自分からジャクソンに対して買ってくれるよう頼んで、来たのだったし、エイマは身寄りのない孤児を引き受けたものであった。1853年、ワシントンカレッジの学長の娘であった、エリノア・ジャンキンと最初の結婚をしたが、長男の出産の時に産後の日立ちが悪く母子共に亡くなった。 1857年には、マリーアンナ・モリソンと再婚した。1858年に長女が生まれたが、乳児のうちに亡くなっている。1862年には、次女のジュリア・ローラが生まれた。1859年、過激な奴隷解放主義者のジョン・ブラウンが放棄するという、ハーパーズ・フェリー放棄事件が発生する。この時ジャクソンは、ジョン・ブラウンの処刑場の警備を命じられ。 軍学校の訓練生で編成された臨時部隊の砲兵隊の指揮官としてチャールズタウンまで出動している。時代を覆う専門は濃くなっていった。1861年、すべての南部人の運命を変転させた南北戦争が勃発する。南北戦争の開戦当初、ジャクソンは南軍に入隊してきた新兵たちの指導を受け持った。 6月17日にジャクソンは順勝に昇進し、バージニア第2、第4、第5、第27、第33不評連隊からなる、ジャクソン旅団の指揮を任された。7月、マクドウェル率いる3万2千の北軍が南下を、開始する。ボーリガード率いる2万8千の南軍がこれを、迎え撃ち、7月21日、第一次ブルランの戦いが開始された。 数に勝る北軍の攻勢の前に、南軍の戦線は破られそうになる中、頑強に抵抗を続ける部隊が、ジャクソン旅団であった。ジャクソンは、激しい戦闘が続く戦場にあって、直立不動で指揮に当たっていた。これに勇気づけられた BE が叫んだ。石の壁のようにジャクソンが頑張っているぞ。あのバージニア人たちに続け、南軍は、反撃に移り、北軍は、 そう崩れとなった。ジャクソンは、ストーンウォール・ジャクソンというあだ名で呼ばれることになった。10月7日、ジャクソンは少々に昇進した。翌1862年春、北軍のマクレランの率いるポトマック軍は、海側から南部連合の首都リッチモンドへ迫り、マクドウェルの軍は北からリッチモンドを、バンクスの軍はシェナンド・バレーを脅かす構えを見せる。これに対してジャクソンは、 シェナンドバレーを防衛する任務を受けた。ここに、ジャクソンのバレー戦役が始まる。3月23日のカーンズタウンの戦いは、ジャクソン軍の敗北に終わったが、リンカーンに、首都ワシントンの防衛上の不安を与え、北軍部隊の一部を前線から引き抜かせたことで、戦略的には勝利と言えた。そしてこれは、バレー戦役における、ジャクソンの唯一の敗北であった。増援を得た。 ジャクソン軍は、まず、マクドウェルの戦いで、ミルロイとシェンクの部隊を撃破。ついで、バンクスの軍を、フロントロイヤルの戦いと第一次、ウィンチェスターの戦いで撃破する。ジャクソン軍の活動に驚愕したリンカーンは、フレモントの率いる軍を向かわせるが、ジャクソンはこれに対してもクロスキーズの戦いと、ポートリパブリックの戦いで勝利し、北軍をシェナンドーバレーから駆逐した。 バレー戦役において、ジャクソンは1万7000の軍を率いて48日間に646マイルを起動し、5回の大きな海戦に勝利して、合計6万の敵軍を打ち破った。この勝利は、南部連合の士気を高め、ジャクソンは一躍南部の英雄となった。バレー戦役の終結後、ジャクソン軍は D の指揮下に入り、北バージニア軍の第二軍団に位置づけられた。以後、 優秀な部下に別動隊を与えて行動させる D の作戦式においてジャクソンは不可欠の存在となる。ジャクソン軍団は直ちにリッチモンド防衛のために呼び戻されビーバーダム、クリークの戦いに駆けつける。マクレランはこれを南軍の新手の到着と誤認し、南軍の総兵力を過大評価して半島戦域の幕引きを決断する。このマクレランの撤退は 南北戦争の終結を3年先延ばししたとも言われる。だが、これに続く7日間の戦いでのジャクソン軍団の活動は制裁を欠いた。ゲインズミルの戦いとサベージ駅の戦いでは戦場への到着が遅れ、ホワイトオークシッチの戦いでは決定的な戦機を逃した。マルバーンヒルの戦いでは無謀な正面攻撃を行い多くの損害を受けている。 7日間の戦いにおける、ジャクソン軍の不活発さについては批判のあるところである。ただ、この時ジャクソン軍団は、バレー戦役以来の軌道に次ぐ軌道で、消耗しきっていたことも事実である。第二次ブルランの戦いでは、ジャクソン軍団はポープ率いる北軍の側面を、迂回して、物資集積拠点を抑え、北軍の攻撃を誘いこれを撃破した。 勝利の勢いを買って実施された北部進攻作戦では、ジャクソン軍団は兵器交渉のあったハーパーズフェリーを占領するが、アンティータムの戦いで大きな損害を受け作戦は失敗に終わる。だがその後のフレデリックスバーグの戦いでは、ジャクソン軍団は北軍の攻勢をよく防ぎきり、南軍を圧倒的勝利に導いた。 ジャクソンの最後の地となったバージニア州ギネアステーションの農場事務所1863年春、北軍のポトマック軍は、新司令官フッカーのもとで11万の大軍に増強され、再び攻勢に出た。リーはこれに対して、賭けに出る。手元にわずか1万8000を残し、ジャクソン軍団2万8000を西から迂回させて、北軍の左翼を突かせた。5月2日、夕刻。 ジャクソン軍団が北軍の側面を捉えたとき、北軍では夕食と余興にうつつを抜かしている最中であった。攻撃は奇襲となり、多くの北軍兵士が一発の弾丸も撃たずに捕虜となった。その後4日間の戦いの末、北軍は撤退に追い込まれた。賭けは成功し、このチャンセラーズビルの戦いは南軍にとって輝かしい勝利となったが、一方で、 南軍は補いようのない損失を被っていた。戦闘が終わり司令部に帰還しようとしていた、ジャクソン及び司令部要員らはその一行を、北軍の騎兵部隊だと誤認した南軍の、ノースカロライナ連隊の将兵に止まるように、命令された。しかしその将兵らは答えを聞く前に発砲し、ジャクソンは三発の銃弾を浴びてしまった。この時彼に同行していた。 司令部要員も数人この5社の犠牲になっている。しかも暗闇と5社による混乱のせいでジャクソンはすぐに手当てを受けることができなかった。その後ジャクソンは左腕切断手術を受け付近の農場事務所に収容されたが、その過程で肺炎を併発してしまい容態は徐々に悪化していった。5月10日、ジャクソンは息を引き取った。 死の床でどこか遠くの風景が見えていたのかもしれない。川を渡って、木陰で休もう。それが最後の言葉だった。ジャクソンの死の知らせはリーの司令部にも届けられた。長年の友人でもあり最も信頼していた部下の喪失をリーはこう嘆いたと伝えられる。彼は左腕を失ったが、私は右腕を失った。ジャクソンは、 南北戦争における最優秀の昇水の一人とされている。もしジャクソンが生きていれば、リーは、ゲティスバーグの戦いを制していた可能性もある。戦闘式においては、ジャクソンは、作戦の一国だけ、また、戦闘教則を守ることを重んじた。リーと対照的に、外見的に印象を与えることはなかった。寄古した軍服を好み、乗馬も得意ではなかった。 将軍というよりは一兵卒のように見えた。ジャクソンは信仰心に熱く、日曜日に戦闘することを好まなかった。妻と娘を愛し、優しさにあふれた手紙を送っている。科目で真面目であったが、あまり人に接しないところもあった。ジャクソンはよく眠ることでも有名であった。口の中に食べ物を含んだまま眠ってしまうこともあったという。ジャクソンの遺体は、 リッチモンドへ移送された後、歴シントンのストーンウォール、ジャクソン記念墓地に埋葬された。南部ではジャクソンは大変な尊敬を受け、多くの人がその死を悲しんだ。戦後、妻のマリーアンナはジャクソンに関する本を出版し、彼の人柄が世に知られることになった。マリーアンナは、南部連合の未亡人とも呼ばれ、1915年に亡くなった。ストーンマウンテンのレリーフ。 左からデイビス、D、ジャクソン・ジョージア州のストーン・マウンテンには、デイビス、D と共に、ジャクソンのレリーフが掘られ、他にも多くの場所に像が建てられている。ウェスト・バージニア州には、ジャクソンの名を冠した、ストーンウォール、ジャクソン州立公園がある。付近にはジャクソンが、少年時代を過ごした農場の一部が、現在も保存されており、ジャクソンズ・ミルと呼ばれている。アメリカ海軍は、 ストーンウォール・ジャクソンという名の艦を三代目まで保有していた。第二次世界大戦中には T.J. ジャクソンというリバーキ船も建造された。南部連合がフランスに発注して建造された装甲艦ストーンウォールは南北戦争では活躍することができなかったが、その後、明治政府へ売却され、母親戦争の都湾海戦などで活躍している。ジャクソンの誕生日は、 現在、バージニア州では、リー・ジャクソンデーという州の祝日となっている。M36 ジャクソン駆逐戦車の名前の由来でもある。ロバートソン、ジェームズ・アイ、ジュニア、ストーンウォール・ジャクソン、ザ・マン、ザ・ソルジャー、ザ・レジェンド、マクミラン・パブリッシング、1997、ISBN0 から02から86万4685から1、 P7、出産に立ち会った医師によれば1月20日のシニアに生誕したが、両親は1月21日を誕生日として届け出ている。今日の電気等では21日を誕生日とするものが多い。ロバートソン、P8、ロバートソン、P169、ありがとうございます。